大山文雄大山文雄1月12日から1972年10月19日は日本の陸軍法務官政治家。最終階級は陸軍法務中将陸軍省法務局長、初代岡山県茨市長。岡山県四木郡西高原村で、後に茨城町長を務めた大山国和防御夫妻の長男として生まれる。 西高原村立尋常義士小学校を経て、岡山県立商業学校に入学したが中退。軍役書書記を経て、1904年7月、日本大学専門部成果を卒業。同年12月、半次検事東用試験に合格。同年12月、司法監視補となり、第五師団法官部員として収集し、陸軍を志願して1905年3月、 陸軍理事司法に任官し、留守第11師団法官部員に就任した。同年7月、理事に任官。以後、カラフト守備軍司令部付、第7師団法官部員、第8師団法官部員、関東都督府法官部員、第18師団法官部員、第20師団法官部長、佐賀練習派遣軍法務部長、第16師団法官部長などを歴任。 1929年6月、関東軍法務部長に就任し、竜城古事件の現場検証を行った。1932年12月、陸軍省法務局長に転じた。2.26事件の軍法会議である、東京陸軍軍法会議の設置を進めた。1942年7月1日、陸軍軍法会議法の改正により、軍司法官は、 文艦から武官となり、陸軍法務中将に任じられた。1945年4月2日、本人の強い願いで予備役に編入され、その後帰郷して西江原町長を務めた。終戦後、戦犯問題が大きな課題となり、陸軍から懇願され1945年11月、臨時召集を受け再度、 陸軍省法務局長に就任。その後の組織改編に伴い、第一副院省法務局長、同法務調査部長、副院長、第一副院局法務調査部長、厚生省、第一副院局法務調査部長、同副院局法務調査部長、同引上げ援護庁副院局法務調査部長を務め、東京裁判など、戦争裁判への対応に尽力し、 1949年3月31日に体感して帰郷し、同年4月16日、弁護士登録を行った。1953年4月30日、初代茨城市長に就任。上下水道の整備、市営住宅の整備、学校の建設など、市民生活の向上に尽力した。市長を3期務めて、1965年4月29日に、 退任した。温厚特実で誠実に職務を遂行し、佐賀練習派遣軍の同僚であったアナン、阿南コレッチカ陸軍大将は、大戦の人柄を常に商用していた。ありがとうございます。